みんないるな。以前に伝えた通り、俺は学期末でこの自由学園先生するわ。そんな強がり言って全く素直じゃないんだから。それにその前にお前たちは期末テストがあるんだし、しっかり勉強しなくちゃな。よっ、どうぞ。あ、でもするんでしょ。ちっちっち、アリス君、こう見えて俺も仕事が忙しいな。はい、これならティス先生に引き継いで大丈夫。テンペストは平和そうで何よりだ。俺はリムル・テンペスト。し、本当にここまで波乱万丈っつうか、なんつうか。俺は魔王カリオンといろいろあって、互いに団長にはベニマルを指名した。その補佐としてリグル。式典用のお召し物をいくつか見繕ってまいりました。あ、あり、あ、リムル様素敵です。とてもお似合いです。諸君、ぜひとも頑張ってきてくれたまえ。だけですか。さすがに短すぎた。あ、うん、じゃあに比べてとてつもなく豊かになったが、まだまだ国としては経験不足だと思ってるかもしれん。もし戦いになりそうだったらすぐに帰ってこい。頼んだぞ。はっ。いいな、絶対に喧嘩打ったりするなよ。心配無用です。では行ってまいります。お兄様、お気をつけて。希望の未来へ向けての反省は間に合いそうだな。料理人の方はどうだ。はい、ね、もう少しだけ塩を足しましょうか。迎賓館の席と、それから武装国家ドアルゴン訪問の日程が決まりました。トレイニーさん、ごきげんよう。リムルさん来たか。あと5日ほどでこのテンペストに到着すると思われます。この辺りは悪い魔物が出るから気をつけなよ。けっ。来たか。普通にお目にかかります。ジュラテンペスト連邦国の名手リムルテンペスト殿。おお、まさか最高幹部の。来てみれば弱小なるスライムではないか。我々をバカにするにもほうな人間どもとつるむなど、魔物の風上にも置けぬわ。我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかった。あるな、ヨウムのやつ。あのグルーシスというの。今するがいい。こうしてユーラザニアからの使節団が到着早々、激しい戦いが始まってしまった。ま、けしかけたのは俺なんだけどね。